はい、こんにちは、レトスノールです。今回なんですけども非補助人について解説いたします。で、非補助人っていうのは前回解説した非補佐人よりも、精神障害、認知症、そういったものがより軽い方を指します。一番重い方が成年非後見人で、その次に重いのが非補佐人で、その次に重いのが非補助人、一番軽いってことなんですけども、精神障害とか認知症とかが一番軽い人といったイメージです。で、条文ではどのように規定しているかっていうと、自理を弁識する能力が不十分な人っていうふうに書いてあるんですね。この不十分っていう言葉、これ覚えておいてください。非補佐人の場合はこれ著しく不十分って書かれているんですね。一方で非補助人は不十分、著しく不十分じゃないよと、不十分程度だというふうなところですね。ここはちゃんと覚えておきましょう。で、自理を弁識する能力、これはですね、もう前回もお伝えはしているんですけども、何か法律行為、契約を行った後どういった義務が生じるかっていうのを分かる能力ですね。例えば不動産を購入する契約をしたと、購入する契約をしたらどんな義務が発生するのか、代金を支払わなければいけない義務が発生しますよね。これが分かる能力のことを自理を弁識する能力という言い方をします。そういったものが不十分と、そういった能力があまりない人が、非補助人に当たるんですね。ただ、それだけでは非補助人に当たるのではなくって、この補助開始の審判を受けることによって非補助人と呼ばれるようになるんですね。で、この補助開始の審判っていうのは、これ単独で受けるっていう話では実はないんですね。この補助開始の審判を受ける場合、必ず補助人の同意を要する旨の審判、または補助人に代理権を付与する審判、もしくはそのどちらも、これと一緒になされるんですよ。つまり1と2っていうのはこれはセットなんですね。こっちだけっていうのはないよっていう話です。まずちょっとここを頭に入れておきましょう。補助開始の審判、単独で行われるんじゃなくて、必ず補助人の同意を要する旨の審判か、補助人に代理権を与えるような審判、もしくはこの両方、これと一緒になされるんだってところをまず頭に入れておいてください。そして本人以外のものがこれ請求する場合、これ全部言えるんですけども、本人以外のものがこの審判を請求するっていう場合は、本人の同意が必要となってきます。これっていうのは、非補助人っていうのは、先ほども言ったようにこれ自理を弁識する能力が不十分なだけであって、もうそれほど、症状が重い方ではないんですよ。はっきり言ったら症状は軽い方なんですね。なので、もうある程度自分自身で判断ができるわけなので、だから本人の意思も尊重するために、ちゃんと本人の同意が必要ですよというふうなルールになっております。で、まずちょっと上見ていただきたいんですけども、補助人の同意を要する旨の審判、こっちをちょっと見ていただきたいんですが、原則非補助人はもう自分自身で単独で法律行為を行えるんですね。契約とか基本的には原則行います。ただし補助人の同意が必要な行為っていうのもあるんですね。で、それはどういった行為かっていうと、これは法律で決められているのではなくて、それぞれの審判で定めていくんですね。これはどの中から定めるかっていうと、非補佐人が補佐人の同意を必要とする行為ってありましたよね。前回お伝えした内容です。例えば元本領収するだったりとか、不動産の売買契約を締結するとか、相続放棄をするとか、そういった重要な財産に関する内容、その中の一部についてこの審判の中で定めていくんですよ。だから人によって異なるんですね。例えば A さんについては相続放棄と不動産の売買についてのみ補助人の同意が必要ですよって定めると、そういった審判を下す。また一方で B さんについては相続放棄のみ補助人の同意が必要っていう審判が下されるみたいな感じで、人によって違うって話なんですね。その人の状態、状況、そういったもので変わってくるんだっていう話です。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、
24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。でこれ見ていただいても分かる通り、補助人になったから必ず同意権が与えられる、代理権が与えられるというわけではないんですね。審判をもらった部分について同意権だったり代理権がもらえるんですね。で同意権もらえれば、あとは追認権だったり取り消し権も一緒にまあついてくるんですけれども、いずれにせよ補助人になったからといって、もう必ずこういった同意権だったり代理権だったり、あと追認権取り消し権がついてくるっていうわけではありませんので、その点注意してください。で続いてちょっと下行くんですけれども、今例えば補助開始の審判と補助人の同意を要する旨の審判、この2つの審判を受けていたと仮定します。で補助人の同意を要する旨の審判を取り消す場合、補助開始の審判も一緒に取り消されるんですね。これはセットっていうイメージ、初めにもお伝えしましたよね。なのでこっち取り消されたらこっちも取り消されるんだっていう話です。また補助開始の審判と代理権付与の審判、この2つがなされていたといった場合において、この代理権付与の審判がなくなっちゃったといった場合、その場合も補助開始の審判、これがなくなりますよっていう話なんですね。で補助開始の審判と補助人の同意を要する旨の審判、さらには代理権付与の審判、この2つと補助開始の審判が一緒になされていた場合において、こっちだけなくしますよっていった場合は、これはまだ残りますよ。こっちとこっちがあるのでこれは残るんですけども、この2番丸2っていうのはこの2つのことを指すんですけども、こっちが何もないといった状況だったら、これある意味ありませんので、これも取り消しになると、まあ、いったイメージです。で続いてこの真ん中ですね、補助人の同意が必要な行為で非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず補助人が同意しない場合、例えば元本を領収する、非補助人が元本を領収する、そうですね、例えば、定期預金を解約するとか、まあ、これについては、補助人の同意が必要ですよといった審判を受けていたと仮定します。で非補助人がその定期預金を解約したいと思って補助人に対して同意してくださいって求めた、でも補助人が同意してくれなかった、でその今回その定期預金を解約するこの行為っていうものは非補助人の利益を害する恐れがなかったと仮定します。そういった場合、非補助人が家庭裁判所に補助人が同意してくれないから代わりに家庭裁判所さん許可をくださいと、補助人の同意に代わる許可をくださいっていうふうに求めることができるんですね。で家庭裁判所は代わりに許可をすることができる。でこの許可をもらえれば非補助人は定期預金を解約することができると、まあ、いった内容です。なので今言った内容をまとめると、補助人の同意が必要な行為で非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず補助人が同意をしない、そういった場合非補助人は家庭裁判所に請求をすることによって、家庭裁判所は補助人の同意の代わりに許可をすることができますよ、補助人の同意に代わる許可をすることができますよと、まあ、いった内容となります。まあ、この点宅建ではあまり出ないかもしれないんですけども、まあ、覚えておいても損はないと思います。基本的な部分なんで、できれば覚えておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。